エステーリャ、または、リサラは、スペインナバーラ州の基礎自治体。正式名称は二言語を、ハイフンで結んだイステラ・リーサーラ、ラ・リオハ州との宗教に近い。エステーリャは、スペイン語で、星を意味する。サンティアゴでコンポステーラへ向かう巡礼路の途上にある。ピレネー山脈を越えた日本の巡礼路が、プエンテラ・レーナで合流した後、エステーリャを通過する。 その後は、精神してエブロ川を越え、ログローニョに向かう。アラバ県から闘神してきた江川は、エステーリャで南に向きを変え、サンアドリアンでエブロ川に合流する。かつては、ナバラ王国の宮廷が置かれ、現在はその王宮が美術館とされている。現在のエステーリアには、鉄道路線が通っていない。 1927年から1967年まで、アラバ県ビトリアガステイス、ギプスコア県アラサーテ、モンドラゴンを経由して、ギプスコア県、ベルガラまで、狂気路線のバスクナバーラ鉄道が走っていた。エステーリアを出発すると、江が川の谷に沿って、西に向かい、杉ガとサンタクルスでコンポソの間で、ナバーラ、バスク自治宗教をまたぎ、進路を北西に変えて、 アラバ盆地を横断した。ビトリアガスペースからは北に向かい、現在の AP-1 号線と同じルートを通ってアラバ、ギプスコア県境をまたぐと、デバ川の谷を通って終着地のベルガラに達した。主張、ありがとうございます。